めっちゃ来たやん。メカブちゃん、ワカメくん、昆布さん、本マグロ大将、勢ぞろいですね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、宝剣殿の最上層を目指そう。どうやって行くんやろ。あ、これエレベーターかな。ん、違う。これ何。ん、お、これは何すか。不思議な力で封印されているようだ。へぇ、とりあえずなんか奥に。あ、ズッキュンシーズッキュンシーおった。なに、どこに行けばいいの。こっち。ん、この辺になんか、なに、上、上かな。ちょっと待って、2階行ってみよう。何かよくわからないけれど、あ、あ、ここに箱が。よいしょー。スナイパーショットを手に入れた。お、武器やん、武器。で、なんかこの辺に。あ、あれか？びっくりマーク。これや、これ。亀の像。不思議な容器を宿した亀の像がある。亀の像に触ってみますか？はい。なになに？尻尾がヘビや。色が変わったかな。あ、なんか封印解けた。これでエレベーター使えるようになったってこと？ねえ！今どっかで音がしたよね。うん。ああ。封印が解けたようだな。行ってみるか。びっくりした。もう敵かと思ってん。やめて、その見た目。先生の姿で追いかけてきて、ちょっと。これはどっからでも上がれるやつだよね。オッケーオッケー。さあ、これで、ここを押さんといかんのか。エレベーター乗って移動できるようだ。どの階層に行きますか？第2層。さっきのは？第1層なの。上に上がったとこも。よくわからないんだけど。あ、次はあれか。あっこにある像を、調べなくてはいけないんぽいんけど。ちょっと待って、メカブちゃんがすげえ勢いで追いかけてくるんやけど、怖い。なんか超怖い。ガシャコインを手に入れて、やった。どっから行くんやろ。こっちから行けるってことかな。あ、またここの封印を解かんといかんってことか。じゃあまた、あの亀をタッチしたら封印が解けるってことかな。よーし、行きますか。本マグロ大将、なんかめっちゃ、私ボスですみたいな感じでおるけど。ど真ん中に。ん？ここは、A ランクじゃないといけんところや。どこだ？ワカメくん。ワカメくんじゃなくて。あれ、落ちた。落ちた。落ちたよ。亀は一体どこに行ったら触れるの？ね、亀。マグロ丼。そうじゃなくってね。あ、ここ登れるっぽい。よいしょ。よっ！関係ないかな。消去、あー！いやになるよ。よっ。お。一応なんかここ、行けるっぽいけん。あ、ここさっき見えとったけど行けんかったとこや。中継検知玉2個。やったね。あれ、ワカメくんおらんくなってない？なんか。ここはなんか普通に渡れるの？ジャンプしなくても。わからんけど。よいしょ、渡れるね。んで？ね、亀はどこなの？亀は。あ、こっち側かな？あ、ワカメくんや。ああ、もうぶつかってこないで。ぶつかってこないで。めっちゃ来たやん。メカブちゃん、ワカメくん、昆布さん、本マグロ大将、勢ぞろいですね。よし、やるぞ。厳重召喚。いや、こんなところで厳重を召喚する必要はちょっとないかな。って思ったけど、何か使わないといけないのね。わかった。それじゃあ、
数学でいきます。拳銃召喚施策。あ、なんか待って、昏睡状態になってる。違うわ。はイエーイ、クーポンゲット。一瞬めっちゃ痩せとったね。召喚したら痩せるね。赤やった。さあ、そして、あ、あ、ここなんよね。あ、こっから行ける？あ、行けるっぽい、行けるっぽい。やったね。なんか迷路みたいでめっちゃ迷いそうなんやけど。とりあえず降りるときは普通に降りれるか。はい、触ります。さあ、これでまた、エレベーターの封印が解けたはず。オッケー、使える。また音が聞こえたね。封印解けたのかな。よし。メカブちゃんの目の前に降りてくる。さあ、そしてまた上へ。エレベーター乗って移動できるようだ。第3層に行きますか。はい、行きます。エレベーターの中広すぎん。ん？なんかめっちゃでっかい封印。あ、ケッピーがあるな、近くに。ってことは、そろそろ玄武が近いってことか？わからんけど。あ、わからんけど。そんな感じな気がする。とりあえず、あー、ズッキューシーが。怖い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 。怖い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 。あ、どこ？ん？この辺、あ、この上ってことかな？多分そういうことやね。ということはだ。どこから上がっていくんだ、これは。こっち側。あ、キュンシーもおるやん。かわいい。かわいい。こっから上がっていくパターンかな。多分、さっきの裏側。あ、あれや。お、もういけるんじゃない、これ。え、いけるか？あ、いけるいける。お、ここあっという間やったね。やった。はい、触ります。これで、でっかい封印が解けたんかな？あ、解ける。ん？解けたんかな？わからんけど。なんかすごい音した。今のも封印が解けた音？よし。今までとは雰囲気が違う。みんな注意していこう。オッケー、注意していこう。とりあえず回復してく？体力減ったかどうかわからんけど。よし、全回復。行きましょう。この先やね。エレベーターなんや、これも。エレベーター乗って移動できるようだ。玄武の間に行きますか。お、いよいよ玄武とご対面。やばーマジ、超部屋やん。広さ。来たよ、来たよ。どれ、玄武。あれが玄武法天府かな。ん？でも、万人がいないみたいだ。どうしたんだろう。お持ち帰り自由ですか。お、びっくりした。ういっすー！きっとここまで頑張ったご褒美に、タダでくれるつもりなんですよ。おう。なんでーおう、玄武？ただなわけがあるか、お褒め。ほう。若き魔導鏡使いに鬼族の男が。ちと変わった組み合わせだな。妖精剣玄武法天府を求める者らよ。この剣武魔人玄武に真実を申してみせよ。真実？何時らは何故我が力を求める。返答次第ではこの場で叩き切るぞ。助けないと。あやめさんを、大事な友達を助けるために玄武法天府が必要なんだ。うん。友を救うためか。悪くない理由だ。だが、そこの鬼は、何時らと違う望みで来たようだな。答えよ。鬼よ、この地へ何をしに来た。答えんならば試練を受けさせるぞ。俺は、道家ちゃん、私たちが剣魔人の力を貸してもらえるようここまで連れてきてくれた。引率の先生よ。確かにそうやけど。カバオンやね。
これは面白い。鬼に教えを受けてここまで来たのか。迷宮止水の軍神ゲームかっこいい。よかろう、師弟ともどもまとめてかかってこい。剣舞魔人ゲームの試練超えてみせよ。さあ行くわよ道傑先生。妖怪探偵団出撃よ。道傑先生剣舞が現れた。よし頑張っていくか。バトルスタート。怖い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 、もういきなり怖い。でもこいつも多分あれじゃない、なんかこうなんていうの、殺意とかをまとっとってそれを吸い取ったらチャンスがやってくる的な、そういう戦い方じゃないの。いって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 大丈夫でしたか。あの噛みつき攻撃やばすぎです。ゲームの方に連れて行かれないよう動きをよく見て逃げて。逃げれない怖い怖いよ。頑張るしかやねん。待ってみんなどんな感じ。あーダメやねん。あーちょっと待ってこれ、うー危なかった。危なかった。何これ何これ何これ、え何それ、なんかこけしみたいなの立ってなかった、気のせい。あこれびっくりした、食われるかと思った一瞬。白クマ出ておいで、悪魔発動。ちょっと待ってね、悪魔的勝ち上げ。どうよどうよどうよ、待って秋のり、秋のりどこ、く交代ができない。あ待って、へっよし経験値アップ。それどころじゃないかもしれんけど、あ戦闘アイテム、戦闘アイテム、これ送っときゃいいかな。あこれちょっと待って、あーおーギリギリ、何どこどこどこ、あそこ、はい早く届けて早く届けて、アイテムつきましたね、多分いいものだと思います。ありがとう、消えたや消えた。あ必殺ゲージマックスになって、おちょ待って猫また、やべえ。ちょっと待って誰、一撃必殺肉球いくぜ肉球いい感じいい感じ、誰が今戦闘不能になった、ちょっと待ってみんな変化当たってい、これで、あーやばい、うい待って白クマが、白クマが行動不能なんですけど、手ぬるいぞ小僧ども、その程度にわしに勝つつもりか。危ないデビス、ゲームの動きに気をつけて。ちょ待ってメラメレ獅子号剣、あ待ってゲームやってた必殺技を使おうとしたところで、ふーやったね、とりあえず経験値倍、めっちゃいいやん。ふーまあ、いつもこうピンチの時に稲穂がね勝手に判断してアイテムを送りつけてくれるのいいね見事な戦いであった妖怪探偵団、なんじゃの覚悟のほどしかと受け止めたぞ。今最低役だった、わしはなんじゃらを新たな力の使い手と認める。なんか朱雀の時より簡単やったね我が力の封印を解き放ち真の使い手に宿さん、いでよ玄武法天府。斧や斧、妖精剣やのによし、玄武法天府、どんな邪気をも断ち切ることができる斧、これでジョローグムの糸を切ることができるはずだ。よくやった月並み東馬、玄武法天府を手に入れた。玄武魔人玄武を表意召喚できるようになった、そしてアニマス天上鏡の使い手よ、何時には幻獣としての我の力を授ける。玄武ディスクを手に入れた。幻獣玄武を召喚できるようになった。ありがとうございます、幻獣ディスクもありがとうございます。俺にも新しい力が、これで歩美さんを助けるんだ。そこの鬼もなかなか良い戦いであった、これからも彼らを守ってやれ。まさかのなんか仲良くなっとるんやけど、
さあ、急ぐがよい、妖怪探偵団。ナンジュラン友を救い出すのだ。ありがとう。玄武さん、行ってきます。戻ってきた。ああ。妖精剣玄武法天府は手に入った。これでジョローグムの領域を断つことができるだろう。だがその力だけで奴を倒せるわけではない。え？どういうことだ？うん。奴は姫のあやめの姿を使い、坂見ハリアに自らの餌を集めさせていた。街中の至るところから大量にな。それを使って何か仕掛けてくるはずだ。ああ。何なんだよそれ。おい。とにかく妖精剣があるというだけで、油断はできんということだ。さあ、ぐずぐずしてはいられん。体育館に戻り、ジョローグムを倒すぞ。いける。お、いよいよジョローグムと戦うんだ。頼むぞ、ゲーム法天府。絶対にアイムさんを助ける。待っててくれ。ことは、ジョローグムを倒すときも、とりあえず洞穴は協力してくれるってことかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。このまま洞穴仲間になったらいいのにね。なんかいい感じやと思うけど。